すでに勝ちは見えておる。楽させてもらうよ。正幸、キツツキ部隊と合流しておくれ。わしも本隊を率いて進もう。承知しました。され親方様は我が軍の要、どうかご自チョークだせ。わかっておる。無茶はせんよ。よしのぶ、本陣の守りは任せたよ。命に変えても本陣は守ります。見えているぞ。大坂様らがおられるのはこの先だ。多様なところで手間取ってはおられる。急げ。本気だよ。開門。みんな、うろたえてはなりません。私が食い止めている間に撤退なさ。精神の手配りも終わったことでしょう。大坂様方の進軍を助ける手立てがあるとよいのですが。無事でございます。急ぎ前進。承知し、剣心を攻撃してください。はい、わかった。中央の橋を渡り、追撃してくれよ。敵の策か。など自慢にならぬ。ここは撤退じゃ。二段の撤退を急がせろ。開門。息などどうでもよい。急ぎ二段を運び出せ。図に当たった。相当すれば本気だよ。片付いたか。これで敵の物資の積み出しは防げたな。危ないよ。将を落とさねば策は止められぬ。二田頭を倒すべきだ。
働きなど自慢にならぬ。戦撃中の武田軍は前線が伸びきっておる。本陣を吸収し、天心公の退却を助けよ。させるか。父上に代わって本陣は守り通してみせる。剣士、礼を潜ませる。忍ぶには荷が重いやもしれん。剣心と合流し体勢を立て直しましょう。定光、ついてきなさい。任せておけ。やっておくれ。守りを固められたか。もっと素早い。これは奇襲の意味がない。敵将討ち取った。出番。侵略すること火のごとし。またあなたか。よほど私は気に入られてしまったでしょう。ええ、とても可愛らしく思います。この少年を叩き直してあげたいのだ。せっかくだな、願い下げだ。敵将討ち取った。
たかったね。正幸、見事な初陣じゃったよ。は、恐れ入ります。よくやってくれたね。この勝利が我らの王道を推し進めてくれるよ。正幸、お琴の活躍も実に見事。おかげで命拾いしたよ。恐れ入ります。お琴も疲れておろう。今宵はゆっくり休むがよい。はは。異常はありません。正幸、戻ったか。よくぞ無事で。勝頼様、ただいま戻りました。大層な激戦だったと聞く。まさか信繁おじ上や勘助まで。はい。だがお前の働きで父上の危機も避けられたそうだな。お前の読み通り霧が出たそうだが、それもお前の手配りで。正幸、多くの犠牲を見てきたのだな。さような時に先行など褒められても嬉しくあるまい。許せ。滅相もありません。それこそもののふの本懐であるはず。正幸、この犠牲もまた親方様の王道の礎なれば、我らは一層。無理をするな、正幸。は？人が死んで悲しいのは当たり前だ。勝頼様。戦が続く限り、このような悲しみは絶えぬ。父上には、一日も早く天下を取っていただかねばな。はい。そうして、大切な友が帰ってきて嬉しいのもまた当たり前だ。本当によく戻ってくれた、正幸。勝頼様。正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、
正幸には二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守って行かねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。これそうだな、命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を必ず生き抜いてみせる。第2章、盟友。正幸の初陣から8年。武田、北条、今川、この3つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男慶喜が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。商品が入ってますぜ。また来てください。おお、正幸様、助けてください。承知した。嬉しい。釣り日和じゃ。ほりゃ。
そうか。どなたかお助けを。最高です。はい。いかがした？豊作。はい。そうか。今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。慶喜様のことをお考えで。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正幸、どんな悲しみも親方様の歩みは止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれる者も少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。
だが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎正らを失った痛手は大きい。なればこそ策のふるいがいがあるというもの。お前は全く頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。Thank you.